撃てっ、赤木大丈夫か、しっかりしろ、立てるか、引け引け。病院とやらに案内してくれ。小暮さん、赤城を死なせるわけにはいかん。般若とおめえ、こんな穴蔵に隠れていやがったとはな。小暮さん、俺たちしばらくここを離れます。何、赤木さんが良くなったらまた呼んでください。おう、そうだ、見てんじゃねえ。どうだ、おう、どうだ。おい、えい、ちょろいもん、また来い。これでいいか。そいや、頼むぜ、すまんな。おい、また来い。はあ、カジノもなくて毎日やることもなくてさ、退屈で退屈で死にそうなんだ。何かこう刺激的で面白いことはないかな。そうだな、引きこもっているから退屈なんだ。気晴らしに散歩でもするか。Thank you.
日本の夕日が一番綺麗だな。血の色がする。さて、どこへ行こうか。なんだいここは。それはすごい、突撃だ。いらっしゃい。さあ、何を握りやしょう。握る？面白い。君にお任せするよ。あいよ。ふん。へい、お待ち。あ、なんだこれは。へい、お待ち。臭い。生の魚じゃないか。お客さん、塩まこうか。なるほど、そうきたか。乗ってやるよ。あ、これは、なんだこの刺激は。涙が止まらないよ。素晴らしい、素晴らしいよ。これはエクセレントだよ。お客さん、もっと握りやしょうか。頼む、どんどん握ってくれ。えサビをたっぷりね。ああ、たっぷり。僕は今日スーシーという最高に刺激的な料理と出会った。僕とスーシーを出会わせてくれた君に心から感謝する。君こそ最高の友だ。赤城が留守の間に多くの命が失われ、仲間たちの信頼を失った。全ては俺の不甲斐なさのせいだ。このままでは死んだ仲間も浮かばれず、信頼も取り戻せん。失った信頼は結果で取り戻すしか。売国奴モロを切る。よう、こんなところで奇遇だな。モロシゲル、天柱。おっと、小暮、俺一人を殺して世の中が変わるとでも思っているのか。黙れ。
何をしている。今こそ売国どもろを葬るのだ。止めるな。このままでは赤木に面目が立たん。そういうことかい。俺は赤木のように人の上に立つ器ではない。俺にはこういう生き方しかできないのだ。人斬り小暮、面目役女ってか。そのへら尽くし、黙らせてやる。チェン、逃げりゃよかった。なんだと。赤木のようにとはどういうことだ。赤木の真似をするなということだよ、小暮さんよ。今こそ一人で考える時ではないのか。黙れ。赤木が間違っているというのか。許さん。俺の負けだ。とどめをさせ。よしと言いたいところだが、お前さんは殺すには惜しい男と見た。なんだと。お前さんは剣の道しか知らないからだ。友の背しか見てこなかったからだ。もっと広い世界を見て、もっと多くのことを知れば、お前さんは変わる。余計なお世話だ。赤木という友があり、剣があれば、俺は他には何も望まぬ。本当かな？だったら、明日、語学場に来てみろ。語学場だと？言葉だけではない。西洋の卓越した知識や文化が学べるんだ。上位志士のこの俺に、偉人の知恵を身につけろというのか？そんなに偉人の知恵が怖いか？西洋の知識や文化が怖いか。何を言うか、そんなもの。だったら来てみろ。断る。俺はお前さんの命を助けた。助けた命は助けた者の命なんだぜ。待ってるぜ。俺は行かぬ。さてと、お前さんもよかったら顔を出してみないか。This is a pen. This is a pen! No! This is a pen. This is a pen! This is a pen. This is a pen! これはペンだという意味ですよ。This is a pen. This is a pen! No! This is a pen. This is a pen! This is a pen. それがどうした? No! This is... 知らん。人違いだ。This is a pen.頼むから静かにしてくれ。
No! Shigo wa tsutsushime. This is a pen! Hai, yoku dekimashita. Dewa tsugi wa chiri nitsuite o benkyou shimashou. Kore ga sekai desu ne.世界にはたくさんの国があります。先生、日本の国はどこですか？日本はここですね。なんだと？貴様らは日本を愚弄する気か？我が日本国は天地の分かれしい時より。そこうるさいですよ。すまん、ちょっと小さすぎるような気がして。皆さんは、この五角城は開国倒幕家の恩賞になっている。五大老様より取り潰せとのご加盟を受けて参った。直ちに出て行け。ま、待ってください。ここは子供たちが勉強するだけの場所です。勉強をしたかったら手習いに行け。読み書きそろばんをしてればいいんだ。嫌だよ。英語の方が面白いよ。口答えをするな。やめろ。貴様、我らに盾つくか。皆さん、危険だから外へ出てましょうね。どうした？大丈夫か？修羅場には慣れている。どうということはない。そうかい。しかし、五大老様に睨まれちまったら、俺もおしまいかな。で、どうだった？語学上の授業は。一つ聞きたいことがあるのだが、日本は本当にあんなに小さな島国なのか。ああ。だが広さの点では、英国だって日本とどっこいどっこいなんだぜ。英国が世界に冠たる国と呼ばれるようになったのは、産業を発展させたからだ。つまり、その産業とやらを発展させれば、日本も世界に勝てるのか。うん。だが、そのためには、今のこの国のありようでは無理だと俺は思っている。どんな国になるのかは分からんが、上位では無理だ。幕府ももはや新しい国はできない。幕臣のくせに幕府を否定するのか。呆れたな。何と言われようと俺は俺だ。お前さんも己の心に従って生きるべきではないかな。しばし付き合ってくれ。バカな、血迷ったか。俺はただお前に聞いているだけだ。上位で本当に日本は救われるのか、上位の後日本はどんな国になるのかと。一体何があった？語学上でいろいろ考えさせられた。
語学女だと。日本を救うためには異国の卓越した知識を吸収し産業を発展させ諸外国に負けない国を築くことではないかと。お前、開国論者のもろに洗脳されたな。違う、自分で考えたのだ。小暮、お前は言っていたではないか。考えるのは俺、お前は俺の刀と。昨日まではな。俺はお前の心変わりを絶対に認めんぞ。赤木、そういうお前だってここに入院したからこそ助かったのではないか。それはお前が勝手に連れてきたんだろう。こっちはありがた迷惑だ。下等の医者にかかるくらいなら死んだ方がマシだった。わかった、今日のところはこれで帰る。ああ帰れ、お前の顔など見たくない。あいつが外国かぶれになるとは。いいよー。